水を汲んでイエスに与えたパレスチナの中央部サマリアの女性の姿。チェコ東部に生まれパリで活躍した芸術家アルフォンス・ミュシャが1897年に制作したサマリアの女。女優サラ・ベルナールが演じる女性の頭の後ろには金色のモザイクが丸く並び、上半身を花や金の鎖が飾り、腰の帯には金や赤い宝石が輝きます。イエスに与える水が入る赤く背の高い壺は口から星々を飛び出させ、その重要性が強調されています。サマリアの女、その役を演じる女優サラ・ベルナール、ルネサンス劇場の名称はヘブライ文字に似せた書体で記され、画面の上のピンクに色づくデザイン化された睡蓮の花とともに作品の舞台である新約聖書の世界の雰囲気を醸しています。